こんにちは、ゆる海外です。今回のテーマはですね、海外旅行の視点で選ぶクレジットカードの選び方です。皆様はどんなクレジットカードを使ってますでしょうか？人によってですね、答えはこれだっていう組み合わせだったりとか、クレジットカード異なると思うんですが、個人的にですね、海外旅行で役立つポイントとか特典を整理しながら、このクレジットカードがいいんじゃないかっていうところをご紹介したいなと思います。今回のポイントは3つです。ポイント1つ目は決済ブランドで選ぼう。ポイント2つ目が旅行中に役立つ特典で選ぼう。ポイント3つ目がゆる海外的におすすめのクレジットカードはこれだです。まずはポイント1つ目、決済ブランドで選ぼうです。結論から言うと、選ぶべき決済ブランドはメインとサブで2枚持ちっていうのが鉄則かなと思います。まあ、メインから2つだったりとか、メインとサブで1つずつのようなところを想定してます。メイン候補からはビザとマスター、サブ候補からは JCB、アメックス、ダイナーズですね。メインに関しては使い勝手がいいビザとマスター、サブのカードは特典が充実しているものもあるので、メインとサブ合わせてですね、お互い補完していくような形で使っていくっていうパターンもありかなと思ってます。ではなぜ2枚持ちがいいのかというところで言うと、海外旅行でですね、特にお店とかサービスで決済時にですね、エラーが出てしまって使えない時あるあるなんですよね。海外旅行では JCB、アメックス、ダイナーズっていうのは正直弱いです。使えないところも結構あったりします。ただですね、マスターでもたまに使えなかったりとか、ビザでも使えなかったりみたいなこともあるので、そこはですね、2枚異なるブランドを持っておくっていうのが大切かなと思います。それぞれのブランド解説していきます。ビザはですね、世界中で使えるところはやっぱり実感として多いです。でメインのカードにビザは間違いないかなと思います。またですね、ビザタッチと言われることもあるように、タッチ決済に対応しているクレジットカードも多いので、まずビザブランドを持っておくといいかなと思います。次にマスターカードですね。マスターカードもビザと同じくですね、世界中で使えるところも多いです。でメインのカードにですね、このマスターカードっていうのももちろんおすすめです。これは好き好みかなと思います。ちょっとマスターの方が若干ビザよりレートがいいみたいなこともあったりするので、ここもですね、マスターを選ぶメリットかなと思います。でもですね、ビザとマスターそんなに変わらないので、お好きなブランドカードで選ぶといいかなと思います。 JCB に関してはですね、海外旅行で使える場所結構限られます。なのでサブのカードにおすすめです。また海外でですね、 JCB の決済で割引キャンペーンみたいなこともやってたりするので、これもですね、日本で使ってるよって人は持っておくと便利かなと思います。海外だとですね、 JCB 台湾だったりとか、ハワイで使えるところ多いですよね。アメリカンエクスプレスに関しては、アメリカ以外ではやっぱり使う場所限られるかなと思います。特にアジア圏だったりとか、ヨーロッパでは使える場所かなり少ないかなと思います。ただですね、旅行特典だったり保険が手厚いので、特典目的でこのアメリカンエクスプレスのカードを選ぶのありかなと思います。またですね、アメリカンエクスプレスのカードに関しては基本的に年会費が1万円以上はかかってきます。なのでよく旅行に行く人はそれでペイできるっていうような考え方もできるかなと思います。最後にダイナーズですね。ダイナーズに関しては決済ですね、使えない場所多いです。ただダイナーズ自体ですね、コンパニオンカードっていうマスターカードありますので、そちらを使えば OK かなと思います。こちらもね、アメリカンエクスプレス同様、旅行特典とか保険目的であれば持っておくのはありかなと思います。次にポイント2つ目ですね、旅行中に役立つ特典で選んでいこうというところです。旅行中に役立つ特典、主なところはこの5つかなと思います。まず1つ目がラウンジですね。空港でのラウンジっていうのは、待ち時間だったりとか乗り継ぎの時間でも便利だったりしますよね。次に旅行保険ですね。旅行保険もこれかなり深掘ると、それだけで1本の動画にできちゃうぐらいかなり深いテーマなんですけど、これですね、ちょっと簡単に言うと、いざという時にやっぱ大切な旅行保険ですよね。健康品保証にもちょっと注目しておきたいなと思います。次にホテル特典ですね。ホテル特典、なかなか知らない人は知らなかったりとか、詳しい人はかなり詳しかったりする特典です。特定のホテルだとアップグレードだったりとか、レイトチェックアウトにも対応しているので、そこでですね、旅行の幅、豊かさを増やしていくっていうのもありですよね。次は手荷物宅配になります。自宅から空港までとか、空港から自宅までとか、荷物を配達してくれる特典があったりするので、手ぶらで空港まで行きたいという人にとってはかなり便利な特典かなと思います。最後にタッチ決済ですね。これも地味な特典とか機能だったりするんですけども、クレジットカードとかスマホでタッチするだけで決済できるところかなり増えてきているので、これもですね、これ対応してるかどうかっていうのは選ぶポイントかなと思います。それぞれちょっと活用シーン見ていきたいと思います。
ラウンジについては搭乗までゆったり過ごしたいとかいう人だったりとか、ご飯やアルコールも楽しみたいっていう人もかなり使える特典です。例えば仕事終わりですね、週末旅行でシャワー浴びるみたいなこともラウンジによってはできます。またある程度の長さのトランジットだとちょっと仮眠したいっていう人もいるかなと思います。ラウンジによってはですね、専用のスリーピングスポットがあったりするので、この特典使えるとかなり旅行をですね、自由に、そしてね、便も選べ、いろいろ選べたりするので、かなりですね、豊かさ上がるんじゃないかなと思ってます。ポイントとしてはプライオリティパスに対応していることです。まあ、いろんなラウンジグループあったりするんですが、まずはですね、このプライオリティパスに対応していることっていうのをポイントにしていく必要があるかなと思ってます。このプライオリティパス使ってる人も多いと思うんですが、かなりの空港でですね、1400カ所以上のラウンジを使えたりするので、この特典ですね、まずはこれのカードを選ぼうというふうに思ってます。例えば国内で使えるラウンジっていうのはこれらの通りです。海外の旅行でももちろん使えたりするので、よく行く空港とか行きつけのラウンジなんかを見つけるのも楽しいです。ただですね、プライオリティパス同伴者に注意してください。まあ、一人旅行行く人はあんまり関係ないんですけども、友達と行ったりパートナーとかと行く人は、通常のプライオリティパスだと同伴者っていうのは、まあ、2000円から5000円ぐらい追加料金が発生します。ただクレジットカードの家族カードにもプライオリティパス付帯する場合もありますので、そうするとですね、家族の方とかは無料でですね、2人ともプライオリティパスでラウンジに入れるというような形です。同伴者の方ですね、有料になるかならないかっていうのはきちんと確認をしましょう。次に旅行保険ですね。旅行中の体調不良ありがちですよね。また万が一の事故までカバーしてくれるので、この保証金額も含めて確認しておくといいかなと思います。また体調不良だけじゃなくて、携行品、持ち物ですね、それがスリや盗難にあってしまった、これらも旅行保険のカバーの対象になっています。また飛行機でですね、欠航とか遅延してしまった際の食事代とかホテル代なんかも保証してくれたりするので、旅行保険と聞くと医療的な保険を想像してしまいがちですが、携行品とかですね、飛行機の遅延保証とか、そのあたりも確認しておくといいかなと思います。旅行保険に関してはポイントですね、自動付帯というものなのか利用付帯なのかをまずチェックしましょう。この自動付帯、利用付帯何なのかっていうと、自動付帯に関してはカードを持ってるだけで OK、適用される保険になっています。一方利用付帯に関しては旅行代金などをカードで支払うなどの条件があったりします。なので利用付帯に関してはどの支払いが対象になるのかっていうのを確認しましょう。空港までの電車やバス、タクシーなどの支払いをクレジットカードでしているなどがあります。まあ、なのでなるべく自動付帯の方がいいかなと思います。旅行保険ですね、カバーできる範囲っていうのはもういっぱい挙げたらキリがないんですけど、特にですね、大事なところは治療費用と携行品損害、飛行機遅延などが活躍するシーン多いんじゃないかなと思います。なのでどれだけですね、カバーされるかっていう費用面も含めて確認しておきましょう。次にホテル特典ですね。ホテル特典、せっかくの旅行だからちょっといい部屋で滞在したり、また帰国便が夜発なのでチェックアウトをなるべく遅くしたい、ホテルのラウンジでゆっくりしたいみたいなニーズに応えることができる特典になっています。クレジットカードと相性がいいのはこの2つのホテルグループかなと思います。1つがマリオットボンボイって言われるマリオット系のホテル会員ステータスですね。もう1つがヒルトンオーナーズといってヒルトン系のホテル会員ステータスです。この2つのグループだと世界中ですね、大きな都市であれば1つはですね、このホテルグループのホテルっていうのはあるんじゃないかなと思います。で実際ですね、どんな特典があるのかっていうと、マリオットボンボイに関しては様々ですね、このゴールドエリート、プラチナエリート以外にも会員ステータスっていうのはあるんですが、例えばですね、ゴールドエリートに関しては部屋のアップグレードだったりとか、午後2時までのレイトチェックアウトができます。これらはですね、ホテルの部屋の空き状況にもよるんですが、この2つの特典が主にあったりします。またその上のプラチナエリートに関しては部屋のアップグレードだったりとか、それがですね、スイートも含むっていうのがかなり特徴かなと思います。またレイトチェックアウトもゴールドエリートから伸びて午後4時までのレイトチェックアウトだったりとか、朝食とかラウンジアクセスもできるので、かなりですね、このゴールドからプラチナっていうのでできる幅増えてきます。まあ、この上にですね、チタンエリートだったりとかアンバサダーエリートみたいなこともあるんですけど、まずはですね、このゴールドエリートだったりとかプラチナエリートの特典を享受するっていうのがいいのかなと思います。次にヒルトンオーナーズですね。ヒルトンオーナーズに関してはゴールドだと同じくですね、部屋のアップグレードだったりとか午後2時までのレイトチェックアウト、マリオットと異なるのはこのゴールド会員でも朝食の特典っていうのがつくところです。その上のダイヤモンド会員に関してはこれもスイートを含む部屋のアップグレード、午後4時までのレイトチェックアウト、
そして朝食だったりとかラウンジアクセスもついてるっていうのがダイヤモンド会員になっています。マリオットとヒルトン、これらのカードを持つだけでもゴールド会員になれるので、ここからですね、まずは発行してみてゴールドを体験するっていうのもいいかなと思います。まあ、ただこれらのカードちょっと年会費貼ったりするので、なかなか試しにくいところはあるんですけども、これですね、1回使うとなかなかやめられないほどホテルステイが充実するカードになっていますので、もし年会費で余裕がある方に関しては発行をおすすめします。次は手荷物宅配ですね。帰国後に手ぶらで帰りたいだったりとか、仕事後にですね、空港に向かってそのまま旅行に行きたい人はこの手荷物宅配のサービス便利です。基本的にはですね、自宅から空港に行く際の出発時に空港に配達するものだったりとか、帰国後ですね、空港から自宅へですね、配達するパターンの2パターンあります。カードによってはですね、事前に予約が必要なこともあったりとか、クレジットカードの特典によっては回数制限もあったりするので、このあたりも注意です。僕自身これ使ったことあるんですけども、やっぱりですね、かなり身軽になるので、特に帰国後ですね、すぐに荷物なくていいパターンの場合はかなり便利です。最後にタッチ決済ですね。活用シーンとしてはやっぱタッチ決済ですね、かなり使える国、日本以外も増えてきましたので、タッチ決済で素早く決済したりだったりとか、今ですね、電車やバスなど交通機関でもタッチ決済で乗車できたりするので、わざわざチケット買わなくてよかったりします。またスマホでですね、 Apple Pay とか Google Pay にも登録できるので、カード出さなくてもスマホだけで支払い完了するのも便利かなと思います。では最後にですね、ゆる海外的におすすめのクレジットカードを紹介していきたいと思います。まあ、ただですね、クレジットカードめちゃくちゃ種類あるので、年会費別でパターンでおすすめを紹介したいなと思います。パターンはですね、3つ想定しています。1つがリーズナブル派ですね。年会費はなるべく抑えたいけど海外旅行でも活躍できるカードにしたいという人ですね。次はそこそこの金額まで OK 派ですね。年間 5,6 万までの年会費ぐらいまでなら OK です。海外旅行に年数回は行くから、せっかくなら便利なカードを持ちたいという人です。最後は年会費は気にしない派です。年会費ですね、10万円を超えるカードも OK です。とにかく特典を活用して海外旅行を豊かにしていきたいですという人に向けて、それぞれおすすめをご紹介したいと思います。リーズナブル派におすすめのクレジットカード、一つ目が楽天プレミアムカードです。このカードですね、もう結構有名なカードで持っている人もいるかなと思いますが、年会費がですね1万1000円と、まあ、プレミアムカードという割には、まあ、抑えめなクレジットカードです。年会費ですね、無料のカードしか持ったことないよって人からすると1万円っていうのはちょっと高いなと思いますが、楽天でですね、よく買い物する人にとってはもう結構ペイできるような金額だったりします。選べるブランドはビザ、マスター、JCB、アメックスですね。特典としてはラウンジがかなり便利な特典になっています。ただ残念なことにですね、2025年の1月1日以降は年5回までという制限になってしまいますので、このあたりも含めて契約するかしないかっていうのを確認するといいかなと思います。また旅行保険も自動付帯、タッチ決済にも対応してます。ホテル特典に関してはこのプレミアムカードを登録するといろんなコースが選べるんですが、トラベルコースを選ぶと還元率、楽天トラベルのポイント還元率がアップします。またトラベルコースの選択で年2回まで手荷物宅配も無料になるので、よく旅行に行く人はこのトラベルコースを選んでおくといいかなと思います。リーズナブル派におすすめのクレジットカード、2つ目がエポスプラチナカードとなっています。年会費ですね、先ほどとちょっとグッと上がって3万円という形になるんですが、インビテーション来た方だったりとか年間100万以上利用する方に関しては年間ですね2万円の年会費になります。選べるカードはビザカードのみですが、これもですね世界中どこでも使えるカードなので持っとくといいかなと思います。ラウンジはですね、先ほどの楽天プレミアムカードと同じくプライオリティパスが付帯しています。今のところプライオリティパスですね、エポスプラチナカードのプライオリティパスに関しては特に制限はないので、今後を見越して発行しておくのもいいかなと思います。旅行保険も自動付帯、スタッチ決済も対応しています。ホテル特典や手荷物宅配に関しても専用の優待の価格で利用することができます。ここまでがリーズナブル派におすすめのクレジットカードです。ここからはですね、そこそこの金額まで OK 派におすすめのクレジットカードを紹介していきたいと思います。一つ目がマリオットボンボイアメリカンエクスプレスプレミアムカードになっています。年会費はですね、上がりまして4万9500円という形になります。このカードですね、アメックスのブランドのみになりますので、最初に話した通りですね、ビザやマスターとの併用がおすすめかなと思います。ラウンジに関してはプライオリティパスは付帯しません。旅行保険もですね、利用付帯になります。なのでこのカードで決済しておくといいかなと思います。タッチ決済にも対応しています。このカードですね、一番の魅力はホテル特典かなと思います。
マリオットボンボイのゴールドエリートが付帯します。またですね、このカードで年間400万円以上の利用でプラチナエリートの会員になれます。また年間150万円以上の利用で無料宿泊に使える5万ポイントを付与されますので、旅行によく行く人だったりとか日頃の決済で使う人にとってはこのカード強力なカードになっています。また手荷物宅配に関しては、羽田、成田、関空、中部での手荷物宅配の無料サービスです。これは帰国時のみになるのでご注意ください。そこそこの金額まで OK 派におすすめのクレジットカード2つ目がヒルトンオーナーズアメリカンエキスプレスプレミアムカードです。こちらも同様ですね、アメックスだけのものになりますので、ビザやマスターとの併用がおすすめです。年会費はですね、先ほどのカードよりちょっとまた上がりまして6万6000円と高額になっています。ラウンジに関してもプライオリティパスはなし、旅行保険に関しても利用付帯です。タッチ決済にも対応しています。このあたりは先ほどのマリオットボンボイと一緒ですね。でこちらもですね、ホテル特典がメインのカードになっています。ヒルトンオーナーズゴールドエリートが無料で付帯します。また年間200万円以上の利用でダイヤモンドエリートになれます。そしてウィークエンド宿泊が最大2泊まで手に入ります。1泊目に関しては年会費の更新で無条件に付帯し、2泊目に関しては年間300万円以上の利用が必要になってきます。こちら手荷物宅配に関しても羽田、成田、関空、中部で帰国時のみ無料になっております。最後にですね、年会費気にしない派におすすめのクレジットカードはプラチナカード、アメックスのプラチナカードになります。年会費はですね、かなり高額の16万5000円という形になります。なのでこちらもアメックスのカードになるので、ビザやマスターとの年会費無料の併用のカードがおすすめかなと思います。これですね、アメックスばっかりになってしまったんですけど、このカードですね、特典がかなり旅行に特化しているので最後おすすめしたいと思います。ラウンジに関してもですね、アメックス専用のセンチュリオンラウンジだったりとかプライオリティパスに関しても付帯しています。また同行者1名もこのプライオリティパスですね、無料になるのがかなり強いカードです。旅行保険も自動付帯、タッチ決済にも対応しています。またホテル特典ですね、これかなりありまして、先ほどのマリオットモンボイのゴールドエリート、ヒルトンオーナーズのゴールドエリート、ラリソンリワーズのプレミアムステータス、プリンスステータスサービスのプラチナメンバー、セイブのプリンスですね、そしてファイン&ホテルリゾースって言われるいろんなホテルが集まったところのプランがあったりするんですが、それでですね、かなりの特典があったりします。その他にもですね、ホテルや旅行の特典かなりあります。手荷物宅配も羽田、成田、関空、中部で出国帰国時いずれも無料になっています。これだけですね、盛りだくさんのカードなので年会費かなり張るんですが、いろんな特典使ってみるとペイできるような金額だったりもするので、おすすめのカードになっています。最後まとめです。クレジットカードのブランドは複数選ぼう、旅行で役立つ特典を使い倒そう、最後に自分で合ったクレジットカードの組み合わせを探し続けようです。このクレジットカードですね、日々特典だったりとかが変化したりするので、自分に合った特典カードを選ぶといいかなと思います。こんな時こんなカードどうですかっていう質問もあったりしたらコメント欄でお受けしています。ではまた皆様気をつけていってらっしゃい。